米だ米だ米だ一米だ。週刊プレイボーイ SKF48 松原かおりの今夜も一米だ。ググタスのはセカンドシーズン2クビになるまで。今週のゲストはじゃーん、じゃーん、チーム E の内山美琴ちゃんからの紹介で研究生の荻野りさちゃんです。はーい、イエーイ、イエーイ。ということでどうですか？似てる、めっちゃ似てる、やばい、じゃじゃーん、ね、そっくりだよね、やばくない？超似てる。やっぱね、相棒が書いただけありますよね。みこねん、うまいね、うん、上手、うまい。ということでちょっとね、え、なにそれ、ボキボキ、そう、ボキボキなんだけど、あ、クタクタですよ、ま、もう、そう、このね、ファイト EA を使って質問に答えてもらうっていう形式なんですけども、まあね、ちょっとですね、まあアンダーでね、バタバタしていて、そうですね、そうそうそう、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、まあ早速いきたいと思います。どうしようかな。じゃあ質問するね。はい。みんなと同じ衣装だとちょっと困ることがある。はい。上からみんなの動きがよく見えている。はい。おお。見えます。そうなんだ。モバメが長文ですが、普段もそうなんですか。はい。うーん、そうですね、結構実は見た目よりも中身の方が男前である。どうなんだろう。はい。身長は今も伸び続けていますか。いえ。6期生の中でお気に入りの子はいますか。います。休んでいたとか関係なく積極的に研究生を引っ張っていくつもりだ。はい。今メンバー限定でモテ期が来ていると思う。あ、はい、メンバー限定、はい。自分が休養中に活躍していた5期生を見て正直悔しいと思っていた。いえ。まゆゆ、カレン、ミコッティ、ワンちゃん、ウハ、ゆかみ、それぞれの関係を一言で表すことができる。いえ。とりあえずこれぐらいにしとこうかな。はい。あ、身長以外にここを見てほしいというポイントがある。あります。休業中に考えが変わったことがある。はい、はい。取られた、イエーイ、生中継ということでですね、まあ、早速聞いて理由をね、はい、ここから聞いていきたいと思うんですけど、はい、うんうん、大丈夫だよね、鏡、鏡映ってないよね、よし、はい、あとね、左の端の方でね、生お着替えしてるんで、そうなんですよ、映ってない、ごめんなさい、サービスできないんで、ね、サービスできないんで、ここよかった、映ってなかった。ロッカー映ったの。あ、びっくりした、違うか、いや、ロッカー移動したのと思って、でもここに着くよね、きっと、うん、着く着くね、うん、ということで、まあいいや、はい、はい、早速行きたいんですけども、はい、同じ衣装だとちょっと困ることがあるが、はい、はい、困ります。どう困るんですか。会いたかった公演の衣装は、うん、作ってもらってるんですよ、私。お、全部作ってもらってて。そうなの、はい、新品の衣装。はい、そうです。お、会いたかった、うん、でユニットは何でしたっけ、恋のプランは丈を伸ばして使ってるんですけど、あ、既存のものを。はい、そうです、はい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 、それであとは何でしたっけ、ジーザスの衣装も作ってもらってて、うん、あー、知らなかった。そうなんです。で、ブーツも大きいので足が一人だけピッカピカで、もう何ですか、他のメンバーのと比べても、うん、もう一人だけピカピカなんですよ、ね、マジか、キュッキュッ、知らなかった。本当に光沢が半端になくて。だけど、伊勢様たちのは井口さんとかが本人が着てたりするんで、他の人とか。あー、そういうことか。ほのかも、なんか新品、ほのかさんは多分井口さんとかのやつを着てるんですよね。一緒に出てた時どうしてたんだろう。だから私が、だから本当に会いたかったが始まって、会いたかったの最初のメンバーだったんで、私だけ全部作ってもらって、だけどの衣装もそうだし。そういうことね。そうなんです。あ、でお休みしてた時にほのかがそういうの着てたのかな。そうなんです、そうなんです。あ、うまいこと言ってたのね、うんうんうん、おお。
で最近もまたブーツを新しく作り直してもらったりして。おお、何のやつ？だけどのブーツなんですけど、はいはい、あの紐を通すところの金具のとこが、うん、いつも私のやつブーツ金具が出っ張って足がチクチクするんですよ。で怪我してたんでいつも、うんうんうん、そこの金具のとこだけ取り替えてもらったりとか。すごい、あの何ですか、リプタイグやん。うん、めちゃめちゃうんで、まあ、なんかめちゃめちゃすごい作っていただいてるので、他のメンバーの衣装を着ると肩がダメだったりとか、へー、丈がちょっと短くてとか、うん、だから、外資の衣装の青いワンピースあるじゃないですか、はいはいはい、あれも岩永ちゃんのを肩足して、うん、で裾のフリルを足してみたいなことをしてもらったり。いろいろあったんだ。そうなんですよ。お疲れ様です。あ、お疲れ様。だからだから必ず衣装を着るときはフィッティングをして、うん、で大きい衣装のやつを着せていただいたりとか。そうなんだね。なんか K2 のさやつはさ、もともとアンダーがさ、じゃピーチだったりとかイグ様が出てたから、うん、大きいのもともと作ってもらったんだよね。だから井口さんの着てたりもしてて。そうなんだね。え、イグ様はどれの着てるの？井口さんは自分がアンダーで何ですか、使ってたやつを使ってて、で今チームケーツじゃないですか、うん、それで自分のを着てるみたいで。もう一着新しい大きいの作ったってことじゃ。いや多分そのままだと思います。違うかな、多分そのままで、アンダー時代の時から使ってるんじゃないですか。で私はアンダー時代のやつあるじゃん。はい、え、だってもともとニャンさんのとこじゃん。でもニャンさんの衣装は着れないから、その背高いようにうん、作った衣装があるから、うん、それを今着てるわけじゃん。ってことでさ、 それは井口様が着てるからないじゃん、予備が。だから私が井口さんのアンダーだから、その井口さんの着てるんです。 あ、そうか、井口様がどうせいないのか、うん、そうです、そうです。ごめんなさい、頭が悪くて。そういうことね。でも恋プレちょっと短くない？短いですね。そうですね。え、チェリーの時どうしてたの？チェリーは意外といけた。フリルのパンツを下に履いてたんで、うん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 、まあ、別にかろうじて大丈夫かなみたいな。そうだったんだ。そうなんです。いや、大変なことあるね、いっぱい。ありますね。起きとやっぱそこそこ。そうなんだ、うん、だってね、これ書いてあるのが、恋プラのワンピがわかめちゃんになりそうだったよみたいな、はい、そう、ほのかさんもなんですよ。私だけじゃないんです。あ、ほのかさんもすごい短くて、うん、だから、やっぱ短いよねって、丈を長くしても短いよねみたいな、うん、詰めてあるんですよ、やっぱ。はい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 、はい、それを全部伸ばしてってやってるんで、どうしてもやっぱ短いですよね。うん、そうだよね。どうしても短い。これ以上伸びたらやばくない？でも、うん、やばいですね。どうするんだろう、付け足すのかな、布。あ、どうなんだろう。こでも、うん、そのこれ以上ぶっちゃけさ、身長高いメンバー増えたらやばいよね、研究生とかで。やばい、回せないよね、衣装。回せない、回せない。でも結構イダレオナちゃんとかも、あー確かに、足がでかいとかあるから、うん、私の靴履いてたりしてて、イダちゃんは。そうなんだ。そうなんですよ。やっぱね、大きいのは大変ですよ。大変、衣装がないから。まあでも頑張ってね。はい、頑張ります。で、そんな大きいオイノちゃん、上からみんなの動きがよく見えているが、見えます、見えます。見えるんだ。見えますね、頭皮とか。つむじとかも見えるし、うん、あとだからなんだ、立ち位置がフォーメーションとかも結構見やすかったりします。あ、こう動いてるから私こっちだとか、うんうん、結構周りは見渡せる。あ、便利だね。そう、便利、めちゃ便利ですよ。そうなんだ、ぶつかんないし。あ、そっか、だって誰かが突進してきても別に見えるもんね。後ろから来ない限り、前からこう来ても、うん、おって。あ、絶対避けれるか。避けれますね。あー、そっか、うん、なるほど。めちゃめちゃ便利ですよ。そんなことがあったんだね、うん、目立つし。まあね、確かにそれは絶対あるね、うん、いやー、いいね、背高いのは。なかなか重宝してますね。おあと次がですね、はい、モバメガ長文ですが、普段もそうなんですか、うん、っていうのがはいだった。そうなんですよ。モバメ長文なの？モバメクッソ長文ですよ、私。なんか、うん、なんかファンの人にあの Google プラスのコメントとかでよく言われるんですけど、うん、ギャップだねみたいな。え、どんなの送ってるの？なんか結構私メールがマメで、うんうんうん、で友達とかにもメールするときも結構丁寧、丁寧っていうか、うん、でもしも何ですか、
モバメはなんか好きな人に送ってるっていう感じで送ってて、で多分好きな人に送る感じはこういう感じなんだろうなって思いながら送ってるんですけど、はいはいはい、で結構かまってちゃんだから、うんうんうん、かまってとか送るし、うん、でも普段も多分友達にもそういう感じだから、あー長いってことか、めちゃめちゃ長い長いからもう、もう楽しい、すごい、そうか、まあね、ブログが週一だしね、まあ、グータスあるけど、うん、逆にグータスがこうつぶやく感じ、うん、つぶやく感じだから結構変な使い分けてる感じだね。そうなんだ。つぶやくときは結構短くて、本当に短くて変なこと書いてるんですけど、うんうん、メールは本当に私のプライベート感が多分すごい出てるのかな、やっぱり、うん、自分本当の自分の打ち方が多分ああいう感じだから、じゃあおすすめな感じですね。よかったら無料なので今、あ、そっか、そうだよね、登録してみてください、登録してみて皆さん。じゃあ次がですね、はい、実は見た目よりも中身の方が男前であるということで、男前っていうか、うん、多分雑だしいろいろ、うん、うーん、なんだろう、なんか男前っていうのより干物に近いというか、干物女的な、そうなんですよね、あの家に、うん、結構お父さんの友達とかが遊びに来たりして飲み会とかしてるんですけど、うん、でそれのおつまみとか作ったりとかするじゃないですか、あ、手伝ったりとかね、でなんか一緒に喋ったりしてるとやっぱりなんか親父の癖というか、うん、あ、自然にちょっと身についちゃうみたいな、そうで結構田舎の方なので方言もすごいし、うん、でも出ないよね、うん、普段、そうですか、あんま出てなくない、嘘、多分そういう、うん、あれ三重だっけ、どこだっけ、あ、愛知の結構なんですか、田舎のどっち寄り、だって激しいよな、私三重とかそっちだと思ってた、岐阜とかかと思ってた、本当ですか、違うんだ、全然違います、あ、愛知なんだね、愛知の、そうだったんだ、ね、まあ、あんま言うとね、うん、ちょっとね、ちょっとやばいから、あ、三重だと思ってた私、本当ですか、え、マジで三重だと思ってた、嘘、あ、違ったんだね、うん、全然愛知、めっちゃ愛知です、でもこうやって話せるときは出ないなって思って、あ、出てないなって気をつけてます、結構、あ、そうなんだ、はい、別にいいんじゃない、気をつけなくても、マジですか、うん、だって、うん、リーちゃんとか結構きついというか、まあ、出てるかなって思う、ああ結構ですね、出てますね、なんとかでかんみたいな、めっちゃ言ってる、あとゆかりとかも、あ、でもなんだろう、地元の友達と喋るときは、あ、自然に出るよね、やっぱ敬語とか使うと、うん、そっか、出しますとか、ないもんね、やっぱだらとかなれとかだがとか、あ、めっちゃなんとかだげみたいな、こう、いや、めっちゃ言います、めっちゃ、今日めっちゃ最悪だげ、うわ最悪だ、うわ、だげって何、だげって何、多分私だけなのかな、なんかなん、うわなんとかだみたいなことを、うん、なんとかだげげって言っちゃうんですよね、グーグータスでも結構前に聞いてて、私だけかなって聞いてたんですけど、うん、だげなんとかだげだぎゃーはあるけどね、ありえんげ、うわげげなんか機嫌が悪い時にげって受けるげげげげ結構機嫌悪い時に、うん、今日最悪だげ、めっちゃ体調悪いげ、うわー帰りてーみたいな感じのことを言う時に、うん、ゲーとかめっちゃないないだがとか、うん、だがだがんでらとか、でもなんか愛知県の方言は自分的にちょっと汚いのかなって思っちゃって、まあ、きついっていうか、なんかでもそれはさ、うん、人それぞれじゃん、私も最初ぶっちゃけ来た時なんか、え、なんで怒ってんのみたいな思ったけど初めて聞いた時、今もう慣れちゃうと別に何も思わない、うん、それが普通だから、だから結構気をつけるようにしてて、ここ結構いろんな地域の人集まってるじゃないですか、そうだね、だからあんまり出さないようにはしてるっていうか、自然に出さないように、あー意識してるって、多分してるんだと思います、ね、なるほど、